からかい上手の高木さん、ドラマ CD。 花の名前。なんで毎日こんなに眠いんだろう。春だから。いや、その前も眠かったよな。西方、おはよう。高木さん、おはよう。あくびしてたでしょ。うん学校まで一緒に行こうよ。今日はあんまり喋らないね。え、そんなことないよ。しまった、今日は高木さんをからかうネタを仕込んでないとか思ってる？思ってないよ。そう、うん、だったらいいけど。いい天気。たまにはのんびり歩いて学校行くのもいいね。うん、昨日まであんなに寒かったのにね。うん、やばい、今日は本当にネタ切れだ。とはいえ、このまま高木さんの攻撃を待っているだけでは絶対にまたからかわれてしまう。小春日和ってさ、あれ春先のあったかい日のことじゃないんだってね。え、あ、そうなの？てっきりこれから春になってく日ってことかと思ってた。ブブー、本当の小春日和は秋から冬にかけて寒くなっていく中であったかい日のことでした。そうなんだ。で、私も本で知ったんだけどね。さすが高木さん、物知りだな。ん？でもいつもならこのネタでからかってくるのに今日は違う？となるとこれは陽動作戦。油断して気が緩んだところをさらなる大ネタで俺をからかいに来るつもりか。やられる前にやらなければ。何かないか、高木さんを焦らせる方法は。あっ、あっ、え、何で、高木さんこそどうしたの？さっき蝶が飛んでったから。蝶？多分モンシロチョウ。チャンス。へえ、高木さんって蝶が怖いの？よくいるよね、虫が苦手な人。蝶と蛾が一緒に見える人。別に苦手じゃないけど。え？今年初めて見たから西方にも教えてあげようと思ってさ。あ、そう。ふん、もし私が虫苦手だったらどうした？いや、別に。西方は虫平気なんだ。きた！ここでイエスといえばゲジゲジ的なものを押し付けられ、ノーといえばやっぱりゲジゲジ的なものを押し付けられるに決まっている。そうはさせない。まあ普通かな。どうだこの完璧な回答、グーの根も出まい。まあ普通そうだよね。え、まさかのスルー。あ、なんか花が咲いてる、かわいい。なんていう名前なんだろう。小手まりだよ。ばあちゃん家の庭にもあるよ。へえ、小手まり。まりってまりのまりかな。じゃない、小さな手まりって書くし。へえ、西方って物知りだね。別に。あ、こっちにも咲いてる、黄色いの。それは蓮蓉。へえ、蓮蓉って言うんだ。これも西方のおばあちゃん家の庭に咲いてる？まあね。じゃあさ、じゃあさ、あそこの花の名前知ってる？え、なに？これ。え、タンポポだけど。あ、でも日本タンポポじゃなくて西洋タンポポかな。日本と西洋2つ種類があるの？うん。へえ、この草の名前もわかる？葉っぱが可愛いの。っていうかクローバーじゃん。高木さん知ってるでしょ。ん？ん？おかしい、高木さんがこれ式のこと知らないはずないんだ。罠か、何かの罠なのか。クローバーか、なるほどね。え？何がなるほど？クローバーの花言葉なら知ってるから。クローバーにも花言葉ってあるの？花言葉って普通バラとかユリとか高い綺麗な花にあるんじゃないの？どんな花にも大体ついてるよ。
クローバーにも。へえ。西方、はいこれ。いろいろ教えてくれたお礼。お礼ってクローバー？うん。私の気持ち。あ、そういえば英語の宿題やってきた？英語？宿題出てた？出てたよ。三人称複数形で例文を10個作れっていうやつ。まずい。急ごう。英語1時間目だよ。はあ、今日はやばかった。ギリギリ間に合ったけど。っていうか高木さんも変だったよな。こんな草一本で私の気持ちだなんて。そういえば花言葉がどうとか言ってたな。クローバーの実物知らないのに花言葉は知ってるってどう考えてもおかしくない？母さん、スマホ貸してくれない？ちょっと調べ物。あった。花言葉。クローバー。花言葉。私を見て、私を見て、え、私を、卵焼き。やっと昼休みだ。腹減った。ペコペコだ。あれ？まさか。あれ？おかしいな。どうしたの？西方。え？いや、別に。なんでもない。そう？ちょっと焦ってない？いや、ほんとなんでもない。ちょっとトイレ。カバン持って。うん。うん。あれ？やっぱりない。どっかで落とした。いや、朝入れたか。入れた覚えがない。そういえば一瞬今日は妙にカバンが軽いなと思ったんだ。なんでその時確かめなかったんだ俺。どうするんだ弁当。俺の胃袋は限界まで空っぽだ。これから午後の5時間目と6時間目を戦うにはあまりにも無力。5時間目は体育じゃないか。よりにもよって。ダメだ。腹ペコで倒れる自信がある。こうなったら仕方がない。水で腹ペコをごまかそう。あれ、どうしたの西方。高木さん、なんでお弁当も食べないで水飲んでるの？いや、ちょっと喉が渇いて。弁当を忘れたなんて知られたら絶対間抜けだってからかわれる。高木さんこそなんでお弁当も食べないで廊下を歩いてるんだい？私、先生にプリント提出するの忘れてたから職員室に行ってたの。あ、そう。水、もういいの？うん。あんまり量を飲めるもんじゃなかった。じゃあ教室に戻ろうよ。一緒にお弁当食べよ。え、いや。うん？俺はいいや。うん、そのダイエット、ダイエットしてるんだ。最近太ったから。え？太ったって、それって成長期って言うんじゃないの？え、あ、うん、そうかも。西方がダイエットか。完全にバカにされている。苦し紛れだったから当然か。はあ、私もダイエットしようかな。え？ちょっと太ってきた気がするし。どう思う？西方。まずい。最高にまずい。うんって答えたら大惨事になるし、うんうんって答えたらチャラいと思われる。どうかな。せ、
成長期じゃないかな。それって増えてるってこと？しまった！いや、そういう意味じゃなくて。ああ、困ったな。今日朝、山芋ご飯いっぱい食べてきちゃって、お腹あんまり空いてないんだよね。え？罰として半分食べてよね。何を？お弁当。お、じゃあこれ西方の分ね。あ、ありがとう。本当にいいの？いいって何を？裏庭でこっそりお弁当は結構してること？そういう言い方って、そうじゃなくて、高木さんのお弁当を半分もらうこと。木村だったら半分こなんて絶対しないよ。うん、いいよ、ダイエットだから。そう。じゃあいただきます。いただきます。はぁ、何？なんて言えばいいんだろう、こんな時。あんまり人のお弁当を褒めたりするのってガツガツしててみっともないよな。さりげなく、普通に、でも感謝を込めて。とても美味しいです。なんで丁寧語？無理してない？してない、本当に美味しいです。よかった、私が作ったんだよ。え？なんてね、ほとんどお母さんが作ったんだけどね。そうなんだ。でも高木さんのお母さん料理上手だね。この卵焼きとかすごいうまい。お、え、なんか変なこと言った？ううん。西方がまたお弁当を忘れたら分けてあげるよ。分かってたの？もう高木さんてば。からかい上手の高木さん、ドラマ CD。 アイス。え、普通じゃないの？アイスと天ぷらってどこが悪いのかよくわかんない。別々に食べるんだったらどうってことないんだろうけど、多分熱いものと冷たいものを一緒に食べるのが胃腸に良くないんだと思うよ。あ、そっか、消化の問題か。一理あるでしょ。でも寒い時にあったかいとこで冷たいものを食べるのはオッケーだよね。それってこたつでアイスみたいな？うん、むしろそれがいいって感じ。暑い時に熱いものを食べるのは？なんか我慢大会っぽい。わかった。西方って猫舌でしょ。いや、別に。本当？高木さんこそどうなの？私はどっちかっていうと辛党かな。え？甘いのよりしょっぱいのが好き。ふーん、しょっぱいのってポテチとか？うん、おせんべいとか明太子とか担々麺とか。へえ。女子ってケーキとかクリームとか好きだと思ってたけど、あ、でもいつもジュース分けてくれようとするよな。そういうことだったのか。そうだ、高木さん、今日は寄り道して帰らない？俺がおごるから。本当？珍しい。どうして？高木さんが甘いものを持て余すところを見たいからさ。いつもフォローしてもらってるから、この先の駄菓子屋でなんかおごるよ。本当？じゃあ遠慮なく。引っかかったな、高木さんめ。あー、ここに来るの久しぶり。そうなんだ、クラスの女子は結構来てるんじゃなかったっけ？うん、知ってる。でも私は方角がちょっと違うから。うん。さて、どうやって高木さんに甘いものを食べさせるかだ。何食べてもいいの？え？えって、いや、しまった、甘いものを食べさせる作戦を考えてなかった。ソースせんべいにしよっかな。それか、そういえばさ、ここのたこ焼きアイスって珍しいよね。
たこ焼きアイス？そう、女子が話してるの聞いたんだ。なんかちょっと和風で、しかも他の店じゃ見かけたことないレアものらしい。せっかくだし食べてみようよ。よし、その調子だ。あくまで親切、おすすめの気持ちで。これだと断れまい。ちょっと興味あるけど。だよね。あと一歩、俺の企みは完成する。あれ、え、一つしかないよ。このカップのがそうだよね。え、本当に？本当だ。西琴、そんなにたこ焼きアイス食べたかったんだ。え、いや、そうだけど、うん、必死になってる。食べなよたこ焼きアイス。私別の食べるから。え、大丈夫、遠慮しなくていいから。うん、ありがとう。私は何にしようかな。ミルクバーにしよっと。え、それって甘くない？うん、なんか見たら食べたくなってきちゃった。アイス食べるの久しぶり。ああ、そう。どんな感じ？美味しい？たこ焼きアイス。たこ焼きソースとアイスの味。まんまじゃん。はあ、俺もミルクバーにすればよかった。うん。食べる？え？あ、でも、それって。その代わり、西方のもちょっと食べさせてよ。でも、そうか、スプーンもう一つもらってくれ。いいよ。ちょっと食べるだけだから。え、はい、持って交換。はい、いただきます。うん、本当にソースとアイスの味だよね。なんでこれ食べようと思ったの？なんでって。あ、でもちょっとスパイシーなみたらし団子っぽくもあるような気がするような。え、まだ食べるの？気になるもん。でも、そのスプーン、俺の？西方も食べていいよ。私のミルクバー。うん。本当に食べていいのか？食べ跡があまり重ならないとこを食べた方がいいのか？それとも、そんなこと気にしてないふりで豪快にかじった方がいいのか？別に、関節キスとか気にしてないから。え？あ、あ！ああ、半分も食べてないのに落ちちゃった。ごめん。いいよ。その代わり、明日もまたおごってね。え？新しいたこ焼きアイス、入ってるといいね。ノート。おはよう。おはよう。っていうか、もう大丈夫なの、高木さん。うん、昨日より咳も出なくなったし。そっか、昨日はもっとコンコン言ってたもんね。熱もとっくに下がってるんだけど、咳だけ残ってて。大変だね。風邪をひいたらしく、高木さんが何日か学校を休んだ。体調はすぐに治って、昨日から再び登校してこられたのはいいんだけど。これ、西方のノート返すね。いや、別に。一晩で写せたの？もうちょっと貸しといてもいいけど。ううん、今日2時間目英語でしょ。早めに返した方がいいと思って。あ、そう。もっと借りてた方が良かった？いや、別に。ん？何？私が風邪で学校休んでた2日間、西方どうだった？え？どうって？いろいろあるでしょ。いろいろ。どういうつもりなんだ？俺に寂しかったとか、つまらなかったとか言わせたいのか？高木さんこそどうなんだよ。え？私？そう、学校に来られなくて。そうだね。部屋で寝てるとき、ここに西方がいればいいのに
と思ったよ。どういう意味なんだ。まさか俺がいなくて寂しかったとかつまらなかったとかそんなこと。だってつまらないんだもん。西方のことからかえなくて。何その顔、びっくりしすぎじゃない。別に普通だし。そんなことだと思ったよ。ああ、とっくに分かってたよ。だから別にがっかりもしてないしびっくりもしてない。だけどやっぱり高木さんめ。でも意外だったな。何が。西方のノートすごく読みやすかった。現在進行形のとこよく分かったし。え、田村先生時々ノートチェックするから、間違って写してたらすげえ怒られるし。そう、私落書き褒められたことあるよ。本当。うん、ほら11ページ目見てよ。え、俺のノート、うん、1、2、3。ノートってページ番号書いてないからいまいち分かりにくいな。11ページ目。ん？なんか書いてある。戻って7ページ目を見ろ。ん？高木さん、これどういう。くぅ、聞こえないふりをしているな。だがそれならそれでいいさ。見ないの？うん、一晩考えて書いたのに。どうせ何ページ目を見ろって何遍も書いてあって最後にざまあ見ろってオチじゃないの。だったらどうする。別にどうでもいい。もしそうじゃなかったら。え、ものすごい重要なことが書いてあるかもしれないよ。重要って。読まないと損するとか大変なことになるようなこと。動揺するな俺。どうせ高木さんのいつものからかいだ。じゃあなんて書いたか教えてよ。それはできないな。やっぱりどうでもいいことだから言えないんじゃないの。どうでもいいことだったらとっくに喋ってるよ。どうする。ここまで来てからかわれるのだけは絶対に避けたい。でもここで拒否し続けたらビビってるみたいに取られてしまう。どうすれば。まあ高木さんがそこまで言うのなら仕方ない。仕方ないな。ちょっと卑怯だが、これでもしからかわれても逃げられる。何ページ目だっけ。7ページ目だよ。そうだそうだ、うん、後ろから3ページ目を見ろ。まだやるの。長くない。でも今さらやめられないしな。2ページ目6行目の英文を読め。お、手口を変えてきた。2ページ目の6行目はThank you for your kindness。 あなたの親切にありがとうってことか。うん。そういえばまだ高木さんからありがとうって言ってもらってなかったな。もう一つ同じページの一番下も見てね。ん？一番下？そう、それが一番重要なこと。一番、俺以上に重要なことってあるのか。それってもしかして。あった。フェアの綴りが全部 WHARE になってるよ。はあ、どうも。何、もしかしてがっかりしてる。してないよ。高木さんめ。
からかい上手の高木さん、ドラマ CD 秋の日。はぁ、今日は憂鬱だな。さっきからため息ばっかついてるね。ね、嘘。本当だよ。そっか。嫌なことでもあるの？別に。一緒に帰るのが億劫だとか思ってる？え？あ、いや、そうじゃん。あれ？あんまり強く否定したら一緒に帰りたがってるように思われる？いや、帰りたくないわけじゃないけど、でもそれがバレたら絶対高木さんにからかわれる。大丈夫？西方、さっきからすごく面白い顔になってるよ。え？あ、もしかしてため息の原因って文化祭の出し物のこと？あ、そんなに嫌なんだ。そりゃそうだよ。まあ男女逆転シンデレラより全然マシだけど。あ、だからって合唱ってなんだよ。合唱って歌とか歌いたくないよ。男子が反対したんだよね、逆転シンデレラ。普通に嫌でしょそんなの。そうかな。私見たかったよ、西方のお姉さん B。 嫌だよ、絶対嫌だ。おほほほなんて笑えないよ。しかも悪役だし。シンデレラだったらよかった。いえ、もっと嫌だ、絶対嫌だ。だよね。木村くんのシンデレラ見たかったな。え？ん？高木さんって時々趣味が変だよな。はあ、ほらまたため息な。合唱でも悪くないんじゃない？まあすぐ終わるしね。っていうかそこしかいいことないけどね。なんで文化祭なんかあるんだろうな。芸術の秋だからじゃない？別に芸術って秋だけにするものじゃないと思うんだけど。他にスポーツの秋とか食欲の秋とかもあるね。食欲はまあいいけど。夏が終わって気候もちょうどよくなってきたから、いろいろ趣味を楽しもうってことだと思うよ。人からあれしろこれしろって言われるのってなんかな。やることくらい自分で決めるよって言いたい。じゃあさ、決めようよ。え？西方的何々の秋、ズバリ何？そんな、いきなり言われても。今日は何の日だろうって調べたらさ、ネッシーの日とかチョコレートドーナツの日とか結構何でもあるんだよね。ほら、スマホにも出てくる。いや、スマホ見せられても。っていうか、ネッシーの日って。西方の秋はネッシーの秋にする？しないよ。ネッシーの秋って西方がネッシーになりきる感じ？なりきらないし。第一、ネッシーってあれガセだって言うよ。そうなんだ。はっ、高木さん、もしかしてネッシー信じてた？うん、騙されてた。こうなったら正直の秋ってことにしようよ。いつもより正直になる。なんか真面目だな。うん、木村とかは食欲の秋で間違いないんだろうけど。読書の秋とかは？西方は読書好きだし。え？ 100% 片思いとか。あれは別に、なんていうか、その違くて、あの面白いよね。私も好き。まあいっそのことキュンキュンの秋は？え？秋になるとキュンキュンするの。いやいや、秋に限定する意味ないから。へえ、西方は年がら年中キュンキュンしてるってこと？してないよ。キュンキュンの秋とかおかしくない？西方っぽいのを考えてるんだけどな。俺のはいいよ、高木さんの秋を考えたら。一緒に考えてくれるの？え？西方のテーマは後で考えるとして、私は何がいいかな。え？何かいいのない？いきなり言われても。勝手に決めてもいい？俺にわざわざ聞かなくても。ありがとうね、西方。これで西方のお墨付きだよ。ねえ、高木さん、高木さんの秋って何の秋？もちろんからかいの秋だよ。やっぱり西方の秋は何にする？からかわれない秋だよ。頑張ってね。えー
体操着。あ、雨上がった。私の勝ちだね。何してもらおうかな。せっかく晴れたし寄り道して帰ろ。あ、でも体操服逆に着てるの見られたらまずいかな。どうしよう大丈夫だよ、誰も気にしないって。高木さんめ、はあ、どうすんだこれ。高木さんの体操服結局着たまま帰ってきてしまった。確かに誰にも何にも言われなかったけど、洗濯して、そうだよな、ちゃんと洗濯して返さないと。当たり前だよな。でもこれ胸にちゃんと高木って書いてあるし、どうしたのって聞かれたらどうしよう。通りすがりの人ならともかく、洗濯するとき絶対気づかれるよな。ああ、それ実はさ、神社で高木さんっていう女の子と交換したんだ。いや、ダメだろ、交換ってなんだよ、なんで交換するんだよ、怪しすぎる。ああ、それ高木さんっていう女の子がうちで洗ってほしいって預けてきたんだ。なんだよ洗ってほしいって、うち洗濯屋さんじゃないし意味不明だよ。ちょっと間違えて持ってきちゃって。だったらそのまま返せばいいじゃん、洗う必要ないし、そもそも間違えるって。もうこうなったら口で説明するのは諦める、手紙を書こう。怪しんだり笑ったりしないで理解してもらうにはそれしかない。母さん、こんにちは。いや、時間的にこんばんはかな。今日は一つお願いがあります。僕は今日学校に行きました。行ってなかったかもしれないけど、隣の席は高木さんという女子です。そしてからかわれた僕は、高木さんめーと思いましたが、我慢しました。休憩時間になっても、高木さんは思い出し笑いをしていました。よし。ふぅ。って、もう便箋3枚も書いたのにまだ半分も書けてないよ！え？あれ？もう7時過ぎてる。ご飯は？呼んでくれなかったの？いや、俺が気づかなかったのか。こんなんじゃ今日中に書き終わらないよ、明日返さなきゃいけないのに。どうしよう。おはよう。おはよう、西方、なんか疲れてるね。え、あ、別に。ダメだ、疲れた顔してたら昨日説明に困ったことがバレてしまう。高木さん、これ体操服返す。洗っといたから。ありがとう。私も返すね。ありがとう。お？高木さんも洗ってくれたのか。はあ！ということは、俺と同じに困ったはずだ。高木さん、俺の体操服わざわざ洗ってくれてありがとう。どういたしまして。でも男子の体操服とか持って帰ったらそれ言うの恥ずかしくなかった？さあ、困ったことを告白してもらおうか。別に。西方は恥ずかしかったの？え？いや、ほら、なんて言って洗ってもらったのか気になってさ。ん？ああ、普通に雨降ったから借りたって。それだけ？うん。なんてことだ、それだけで済んでしまうのか。あー、それから。それから？着替えるとき西方が横ですっごい緊張してたこととか。そんなことまで？
言えばよかったかなって。うわっ！高木さん！